盗難車何があった？いや、まあまあ、なんで？だってもう結婚ほぼ決まっとったやん。何が正直ダメだったのか全く分からないんですよ。いや、僕も、もうこの人と、うん、将来考えていけるもんやと思ってて、うん、まあ油断してたのかもしれないです。相手のことを考えてあげれなかった自分というのが、うん、すごく悔しいなと思って、うん、恋愛ドクター秋山です。今回は失恋について、そして失恋の乗り越え方についてお話ししていきたいと思います。恋愛というのは絶対にうまくいくという約束はありません。どれだけ愛し合っている2人でも別れが来てしまうこともあります。だからといって別れを恐れて前向きに関係を深めていかなければ恋愛は進展しません。これから恋愛を深めていきたい方や新しい出会いを探している方へ参考になればと思いますんで、ぜひチャンネル登録してご覧ください。また最後に一歩踏み出す勇気が与えられるメッセージをお送りしますんで、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは VTR スタート。どうなりました？何があった？いや、まあ、なんで？もう分かると思うんですけど、ちょっと雨になりまして。いや、知ってるけど、はい、どないした？いや、それが全く分からない、うん、ね。前日こう普通にお会いさせていただいて、うん、で、まあまあ楽しくお話できたと思ったんですが、うん、なんか次の日に、うん、結婚もほんま、もうマジかやったんや。そうですね、そういった話もしてましたし、うん、なぜそうなったのかっていうのが、うん、正直分からない。俺てっきりうまくいってると思ってたからな。ついこの間までな、そんな話が聞いていなかったから。そうですね、いや、そういった話も一切出なくて、うん、で、お互いこう将来的な話もちょっとずつ話を進めていけてるなとは思ったんですが、うんうん、いらんこと言ったんちゃう？いや、そんな怒らすような、うんうん、ことも言ってないですし、うん、なんかその、本当にね、ダメになっちゃうとは思ってなかったんで、うん、僕もその、一瞬何がなんだか、うん、分からなくて、で、うん、メールできたもんで、うん、ちょっと待ってくださいっていう感じでお話しさせていただいたんですけど、うん、まあ、時間また取って、うん、話したいですって言ったんですが、まあ、そこの編集がなかったんで、うんうん、もうそれまでに積み重なったものがあったんやろな。まあまあ、僕は一方的に多分悪いと思うんですけども、どっちが悪いとかそんなんじゃないで、うん、ただ、でも今回なんでうまくいかなかったかっていうことな、はい、ちょっと考えれば、もう、だってもう結婚ほぼ決まっとったんやん。そうですね、ほぼか、ほぼというか、まあ、もうしましょうっていう感じで。俺もう 100% やことだで、はい、僕も、もうこの人と、うん、将来考えていけるもんやと思ってて、うん、まあ、油断してたのかもしれないですけど。油断しとったんや。そうですね、うん、まあまあ、まあまあね、なんかあったやろ、そら自分のやっぱ言葉に出とったやろ、悪いことをな、その責めるとか、はい、そんなことじゃないんで、どない何があったんやろなと思って、ここまで頑張ってきてやで、はい、自分もこんなに変わってきてな、俺も安心しとったもん。心当たりがちょっと見当たらなくて、うん、こんだけそのうまいこと言ってたこともなかったので、うん、まあちょっと僕もこう浮き足立ってたっていうか、そういうところもあったんですけれども、うん、自分の中で結婚っていうのが見えてき始めてたんで、うん、そうやな。で、どん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 とかお話が、まあ、話が進んでいって、相手の方と将来的な話どこに住もうかとかを、うん、まあ、お嫁さんにご挨拶もせなあかんなとか言って、その段階だもんな。その段階まで行って、うん、で、いきなり想像もせんところで、うん、とお断りの、うん、いただいて、ね、もうちょっとでこう、うまいこといくかと思ってたんですけど、何が正直ダメだったのか全く分からないんですよ、うん、何を怒らしたのかなっていうところで、自分が悪いんでしょうけど悔しいなっていうのが。辛かったな、でもな。はい、うん、もうちょっとで、ね、うまいこといくかと思ったんですけど、なんかこう、どこかあかんから、なんか、すいません、ありがとうございます。
頑張ってな、大きな一歩やで。いや、自分なりに努力したんですけど、相手のことを考えてあげれなかった自分っていうのが、うん、すごく悔しいなと思って、うんうん、本気で考えてくれてた相手の方にはすごく失礼なことをしたのかなっていうのがすごく後悔してますね。それと同時にすごく感謝してるんですよ、うん、いろいろとこうね、楽しくこう過ごさせていただいた時間とかいろいろこう、うん、ね、楽しかったことが思い浮かぶんで、うん、泣いたらほんまええやん、もう泣きついてええやん、やっぱその恋愛もシングルな、踏み込んでなくて今回踏み込んだ挑戦したやんかな、傷ついた分、はい、人のやっぱ辛い気持ちとか分かるのねえやん、今はもうそんなこと考えないかもわからないけど、本当にその気持ち、人の気持ちが分かるな、優しさ、強さってな、できてくるから、はい、うん、成長やで、ほんまに頑張ったで、心開いてん、ずっとあんだけ心開かなかった自分が、自分出せて、ここまで、うん、正直自分出せたことっていうのは良かったかなと思うんですけど、幸せになっていこうよ、新たにな、ね、うん、でも応援するし、ありがとうございます、うん、自分はできんねん、ほんまにマイナスがあるもんな、ずっとな、マイナスがある分な、逆に幸せが大きいから大丈夫やから、はい、応援してるし、ほんまに、頑張ります、ここまでいけないから、はい、もうほんまにやっといっぱいね、わかりました、うん、やっていこう、幸せだろうな、失恋したばかりだと死ぬほど辛い気持ち分かります。失恋から立ち直って楽しい恋愛に進展させていくには自分に正直でいること、もう辛くて落ち込んでしまっている時、友達からの誘い無理していく必要ないです。正直に話して断ることも大切です。一人でいたい時は自分の心の声に従って動くこと、悲しみを抱えている自分を認め自分に正直でいることが立ち直りたい気持ちも後押ししてくれます。そして辛さや悲しみに蓋をしない、人といると辛い気持ちも忘れてしまっているけど家に帰ると涙が自然と溢れてくる、そんな時もあると思います。辛さや悲しみは否定するのではなく、私は今悲しいんだって自分を認めてあげることが自分を癒す第一歩になります。失恋を乗り越えた先に幸せが待っています。失恋の痛みは優しさの糧になります。本気で愛したからこそ本気で人を愛して幸せになっていくあなたが待っています。あなたの幸せな進展、心から応援しています。恋愛ドクターの僕に恋愛婚活の悩みをコメントいただきましてありがとうございます。動画でもお答えさせていただきますので、ぜひコメントお待ちしております。今回も動画を見ていただいてコメントもいただいてます、ありがとうございます。言葉に発するのって大事、本当に言霊ってあると思う、コメントいただきましてありがとうございます。それでは最後に一歩踏み出す勇気を与える名言をお伝えしますんで、どうぞ。行動が全ての成功への基本的な鍵である、パブロ・ピカソ、スペインの画家の言葉です。あなたが一歩踏み出す勇気、心から応援してます。気をつけてお大事に。